情報収集をしていた河川さんに偶然お会いしたんです。その時に大体の事情はお聞きしました。ぜひお手伝いさせてください。そんなこと言って本当は幻想郷演技に異変の行く末を記録したいだけでしょ。もちろんそれもあります。ですが今回は異変そのものではなく、レイムさんに関する出来事を中心に記録していくつもりです。いろいろとお役に立てると思いますよ。ま、調査状況を振り返りたいときには便利かもしれないね。記録が見たいときは私に声をかけて幻想郷演技を確認してみてください。素敵でスリリングな記録が残るよう応援してますね。そこは普通に異変調査を応援しなさいよ。それはそうと、レイムさん、あなたに一つお願いしたいことがあるのですが。何よ。レイムさんも知っての通り、今回の異変では幻想郷の住人が複製され敵となっています。しかし現時点では情報が少なく、それらに対処するのはとても困難です。そこでレイムさんにはこの幻想郷演技外伝に複製体を含んだ敵の詳細な情報を記録してほしいのです。え？私が記録するの？言っておくけどね、敵と戦ってる最中にそんな余裕なんてないわよ。それに関しては心配いりません。その幻想郷演技外伝は特別製で、倒した敵の情報が勝手に記録されていくんです。弱点なんかも記録されるので、それを見ればその後の戦いを有利に進めていくことができます。本当ならば私が自ら情報を集めたいところですが、残念ながら私は非力な人間です。レイムさんのようにはいかないでしょう。そういうことなら、まあ。では執筆はお任せしましたよ、博麗先生。やだわ、先生なんて。